せっかくならさ、ちょっと動画撮るわ。え、なんでカメラ回すの？いや、YouTube にするかどうかわからんけど、こうやって喋っとる日常会話も面白いじゃん。いや、面白いかもしれんけど、うん、私まずいこと喋っても、アラライン君カットしてくれんやろ。で、自分が変なこと喋った場合は、自分で編集するしカットするやろ。いや、そんなことしないけど。じゃあ、私余計なこと喋れんよ。なんでし、いや、だから、YouTube に流さないって。いやいや、流すためにカメラ回す。流さない。だから俺たちのこう企画こう考えてる中で、そういうことね。あの時あれ言ってたよね、このネタ使ったらいいよねみたいな感じで、一応議事録も書かなくていいじゃん。ああ、そっかそっか。そうでしょ。そしたらさ、社長、俺昨日会社サボったの、社長に見つかったじゃないですか。あれ絶対こんなとこに行かんといて。いや、もう俺すごい、だって俺のあれが大変なことになるじゃないですか。いっぱいのファンがさ、悲しむじゃないですか。別に悲しまないってパチンコくらいで。いや、でも俺は真面目なキャラで言ってるんですよ、社長。会社サボって言ったらダメやろ。いや、だから本当は俺が怒らなきゃならないでしょ。それをあえてエンタメにしてインスタにもアップしたから。もうあれ本当にアップしたんすか。したよ。さきさんどう思いますか。いや、こんな男やからそもそも長年付き合っとって私はよく知っとるから、あの、見つかないようにして悪いことしとるとき、せっかく僕最近荒波商事に入れてもらったのに。ひどいっすよ社長、本当に。いや、それは別として、お前最近 YouTube 上げてる？あんま上げてないっすね。ネタがないんですよ。ネタ、はい。実はね、お前にな、ネタを提供したい。何のネタですか？心の声が聞こえるおじさん、どうだ？あー、僕たまに出るやつじゃないですか。そうそうそう。たまに素敵な女性が撮ったら、あ、ケツでかいとか、そういうのやつでしょ？そう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 。素敵な お姉さんイコールケツでかいっておかしくない？いやいや、だから、あの、こいつはケツがでかければいい女だ。そうなんですよ、女性というのはこういう、こんなやつが一番美しいんです。じゃあ、すれ違った女性を見た時に反応する心の声を口に出して言うんだ。絶対バズるよ。本当ですか？うん。でも社長になったら間違いないですよね。そう。ちょっと待って、そんな変な企画するぐらいなら、もっと爽やかな動画出さん？ねえ、私、いい企画思いついた。私、大食いに自信あるげん。特にラーメン、ラーメン食べてみたいげん。大盛りのラーメン、私いつもね、マックス鈴木とか大食いラスカルとかゾウさんパックのね、動画見てイメージトレーニングまでしとるげんよ。で、大食い YouTuber って結構いるし、お前らそんな食えないだろ。いや、私今はまあ年取って太りやすたから、あんまり食べんようにしとるけど、もともとは大食い女子って言われとって、で、親にあんたは養いきれんって言われとったぐらい、そんぐらい食べとって。僕はさ、カレーだったら水のように飲めるんですよ。あんた水じゃないですか。カレーだってカレーって本当に水みたいなもんじゃないですか。あれガブ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 いきますよ。いや、カレーってカレーライスでしょ。ご飯あるじゃん。ご飯はだって後で食べるもんじゃないですか。カレーだけ先に全部食べちゃう。なんで一緒になじませて飲めばいいんじゃない。違うぞ、あれは飲み物です。俺は朝倉に提案した、やっぱり心の声が聞こえるおじさんがいいと思うけどな。あ、よく例えばよ、あの、この時期もう暑いじゃん。で、草刈りとかしてるおばちゃんとかいるじゃん。で、もうちょっと前かがみになってくれんかなとかいうふうに。わかりますね、それわかりますよ。わかりますわかります。お前ら、50/50の動画をけがさんといて。いや、だからそれ YouTube にするかしないかもわかんないもん。だから大食いにしようって。大食い、うん、マジで大食い、大食い、私ラーメン食べる。どっかいいとこないかな。どっかいい店知らん。お前ら絶対な、そんな大食いできんて。いや、分からんよ。私一回チャレンジしてみたかった。私大食いの動画すっごい好きでよく見とるわけよ、YouTube で。で、一回チャレンジしてみたいね。まあね、ちょっとお前がラーメンでしょ、カレーでしょ。カレー食べたい。だったらちょっといい店があるから、そこで試してみるか。え、ある？いや、あるよ。でかいんですか？でかいけれど、でもまあまあ本当の大食いだったらそれを食べれるんだけど、本当にお前らが大食いだって言うんだったら、それを完食してから大食いの企画考えようよ。結局そこは大盛りなわけね。大盛り、大盛りで普通のサイズじゃないけど、大食いチャレンジの人が本当大食いの YouTuber がするような大きさではないってことね。そういうことね。だけどそれをクリアすれば次また大食いの企画があるという。まあまあまあ、だからそれをまず食べてみて、試しな、試しで食べてみて、それを2人とも完食できるんだったら俺は企画考えてもいいかなと思うけど。なるほど。あ、でも私ちょっと思った。何？大食いといえばやすし、やすしもすっごい食べるわけよ。あ、よく食べてますもんね。ずっとダラダラ喋りながら食べとるから、あの人も多分大食いできると思うやん。呼んでみ、やすし。やすし呼んだらめんどくさくねえ。でも僕やすしは好きやから来てほしい。めんどくせえよあいつ。呼びましょうよ。だいたいこの時間あいつ寝てるって。寝てるかな。あ、間違いないですよね。で、しかもなんかあの撮影とかって言ったら絶対来ないし。あ、だからただでカレー食べさせてやる、ラーメン食べさせてやるって言ったら絶対来るって。だってあの人だって今ご飯私作ってあげてないやん。はあ、多分食に飢えとるわけよ。女にも飢えとるけどな。いや、女はどうかしらどうでもいいわあいつ。
電話してみるか。おいよ、じゃあ電話してみて。ちょっと待って、携帯持ってくるわ。いやでもただ飯って最高ですよね。だってこれは社長奢ってくれるんですよね。じゃあ俺がサキさんの分と朝倉の分奢ってもいいんだけど、その条件として完食したらだな。完食したら俺は金を出す。じゃあヤスシに電話してみます。出るあいつ。いや起きとればね。でも10時やし、いや何回も鳴らせば大丈夫やと思う。でんだ、寝てるってあいつ。あ、来た。何や。もしもし。はい。起きとった？寝てるわ。ねえねえねえ、やすしやすし。もう寝てるし俺。ねえねえ。マジで。ちょっと。ねえねえ、今から荒良木くんと荒良木くんと荒良木、もうさ聞けや話。荒良木くんと朝倉さんと私とでご飯食べに行くげんけど、おごってあげるし。こん何を食べに行くの。いや、カレーとかラーメンとか何でもいいよ、好きなもの食べまし。珍しいこともあるもんやんの。あ、まあ、たまにあんた誘ってやろうかっつって。荒良木ね、臨時収入入ったんですよ。あ、マジで。だから、みんなにご馳走しようかなと思って。すぐ来て。分かった。ちょ、服着替えてからもちろんパジャマでいけんからな。 あんたちょっとパジャマも服も普通の普段着も一緒やん。だらちゅうわ、ワレクさん。あ、ね、あ、切る。すぐ来て、荒良木商事ね。すぐ来てよ。分かったよ。じゃあね。はい。いや、来るやん。あ、来るんや、あいつ。ただ飯は来るばいい。そういうこと。あいつ現金のやったな。あ、ごめん。ということで、ああ安し待つか。いや、僕も揉んでください。肩こるの。いや、実はあそこ食ってるんですよ。お、今ヤスシの車来たぞ。そう、うん、早かったね、意外に。だからあいつ飯なら早いんだよ。これが仕事だったら2時間ぐらい来ないよ。でも結局1時間半経ってますよ。まあでもいつもより早いじゃん。もっとかかる。あ、もっとかかるんだ。まだ早い方だよ、今日。これで早い方ですか。あいつだって時間にルーズじゃん。確かに。今日まともだよ、まだ。まともなんですか。まともだよ、これで。困った人ですね、あの人。うん、だから私25年でもうピリオドだから私は25年でピリオドを打ったの。来たわ。壊れる。どうしたの。はい、大丈夫。おはよう、てかさ。あ、おはようございます。うん、おはよう。どういうこと。飯を持ってくれるの。だから来てんの。うん、食べに行こう。何食べたい。やっぱカレーやろ。俺カレーラーメン大好物。これマジで。いや、カレーなの。いや、カレーラーメン俺マジで好きよ。あ、だってインスタの質問コーナーでも好きな食べ物はカレーラーメンって入れてる。じゃあちょうどよかった。じゃあちょうどいいよ。え、食べに行こう。食べに行こう。飯行くんすか。ちょっと早いけど、そこ人気のあるとこやからね。え、有名店。有名店ですよ、すごく有名。マジで富山県でも名店ですよ。うん、でも今、あ、結構距離あるんだ。知らんけど。いや、まあ人気あるから行こう。まあ行くか。いや、ちょ、電話で聞いたけど、社長のおごるやろ。だから儲かったから。だから、おごってあげるって。おお、わかった。ただ条件付きで、せっかく俺お金出すんだったら、うん、やっぱり全部食べてほしい。それ食べるよ、俺もうオムニア自信あるからな。しかもごめん、今日動画撮っとるんや。はぁ、どこにカメラあるの。これせっかくや、みんなで休まない、久々やん。お前らさ、カメラ回すこれ。ちょっと、ごめん、なんでサングラスかけとるの。今いや、俺はコウモリ人間なんやって。そう、わかる。カメラ映ってないわ。え、コウモリ人間ね、俺は。あれさ、やっぱ撮られたいやんね。お前撮られたいんでしょ。やっぱ撮られたいんやねえわ、もう。まあ、撮るために YouTube やってると思って。はい、行こう。誰の車で行く。一台で行く。一台でいいよ。ほな、荒良木くんの車で。俺の車で行くの。うん、俺車汚いから片付けなきゃ。で乗れ、じゃあ私ので行く。乗れるかなと思うんだ、ちっちゃい車に。乗れる。一回大人が腹出とるし。ねえ、ていうか、挨拶だよ、最初に。私らの動画はまず挨拶から。挨拶？だから今日4人いるから、みんなで挨拶しよう。挨拶しよう。
じゃあ挨拶やるよ。はい、挨拶。わかったわかった。撮れてる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 。いくよー。はい。荒垣さき高志ヤシのフィフティフィフティ。イエーイ。さき、ところでさ、うん、久々やな。何週間ぶり？つうか、ごめん、近くに顔向けんといて。なんでや、こんなイケメンを、お前。何言ってんの？アホじゃない、あんた。挨拶しようぜ、おい。何さき、お前らが挨拶すんの？私らの挨拶？おい、行くぞ。ヤシさきのちょめちょめ。何しとるの？ちょっと。お久しぶり。ね、あじゃ。ね、息なわんといて。行くよ。はい。股間が。貧乏が。はい、到着しました。ここどこ？どこっすか？ここは富山県の高岡万葉の里という道の駅です。高岡の道の駅なんやね。そう。そこに大型ラーメン、そして大型のカレーが食べれる場所なんですよ。いいっすね。全然わかんないわ。道の駅？道の駅です。そんなとこにあんの？しかも格安で食べれます。格安なんや。格安です。マジで？僕はそんな高いもんおごるわけないでしょうが。なんで？結構するんじゃないの？カレーとかやったら3000円とか4000円、5000円するんだよ。しないです。でかいんでしょ？でかいです。するでしょ？しますよね。あと食いきれなかったら、ああ全額払わんなんとか無料とかじゃない。実はですね、ここですね、大きいんですけど、うん、取り分けしてもいいですよ。あ、シェアしてもいいってこと？シェアしてもいいんですよ。あ、めちゃくちゃお客さんに優しいお店。すごいね。普通は一人で食べないとダメとかやもんね。そうなんですよ。まあ、じゃあ、ただね、限定何食とかが決まってるから、うん、早く行かないといけないのよ。あ、なるほど、うん、じゃあ早速行こう、うん、行こう行こう。高岡の町は同期の町やからね、こういった銅像もあるのよ。ついね、でっかいよね。ね、行きますか。平和観音像やって。そうなのよ。いや、安しないとんとるわ。あいついつもね、撮影混じってくれない。これは自分のね、自分のインスタで頭いっぱいやろ。はい、こういったね、銅像が並んでる。これ同期なんですよ、全部。すごい、すごい、素晴らしいね、高岡。高岡素晴らしいです。で、どこから入るの？入り口そこじゃないですかね。はい、ちょっと待って。これもしかしてカレー？いや、これですね、これほら、巨大ハンバーグカレー1日5食限定やって1580円。この鍋に入っとる、鍋に。はい、これを食べていきますよ。わお、ラーメンあるのかね。ちょっと中入ってみますか。はい。普通のですね、定食もありつつですね、うん、ここですよね、多分ね。あ、チキン爆盛りね。ここのチキンカツカレー爆盛り980円、ハンバーグさっきの1580円。これや、キング富山ブラックラーメン。あ、じゃあさきさんそれ食べるんですね。これこれこれ。朝倉さんとやすし何食べる？私これ。これやっぱね、チキンカツカレーか巨大ハンバーグか。これこっち食べたいな。チキンカツカレー。やすしは？いや、俺は巨大ハンバーグカレーでいいよ。高いなお前。高いもん選ぶ。一番安い人間が、うん、一番高いもん食ってんじゃねえよ。なんかこういうのもあるよ、社長。これとろろなんとか。うん、そうなんよ、いっぱいあるんよ。なんじゃこれ、ちょっと待って。社長、すっごい安くない？爆盛り。え、何？ね、荒々くんは何食べるの？いや、俺は普通のブラックラーメンでいいよ。え、なんでそれ？普通サイズでいいよ。これで、これでいいよ、俺は。これで、うん、これ、これ、これ、うん、俺これでいいよ。僕もこれで。何？僕はこれやろ。はい、まあ、じゃあ早速自販機で買ってきますね。さきさん、俺のお金から出して、はい、財布から、はい、まず一体は巨大ハンバーグ、チキンカツカレーからね。はい、チキンカツカレー、行きました。で、巨大ハンバーグカレー。はい、巨大ハンバーグカレー。ほんまにやるんすね。食べれるんだろ、お前ら。食べれますよ。私楽勝やよ、絶対。私、イメージトレーニングしとるから、いつも。さきさんは爆盛りキング富山ブラックラーメン。はい、僕は普通のブラックラーメンでお願いします。あらめにくん意外に食べれんのやね。僕はこの小さいサイズのブラックラーメン、はい、でもちょっと待って、この大と普通のやつで80円しか変わらんのや。いや、だけどそれだけ食べれないんじゃないですか。まあそうやけど。みんな持って。じゃあ向こうの席行きますか。はい、はい、来ました。はい、僕がこれ通常のラーメンですね。これがキングブラックラーメンです。でっかいやつ、爆盛り。こんな違うんやよ。普通成人男性でもこれ一杯食べれば結構お腹いっぱいになりますよ。そうそうそう。これ本当に食べれるんですか？食べれるよ。
だって私マックス鈴木とか見とるもん、いつも食べ方分かっとるもん。じゃあ食べたら俺金出しますよ。だけど食べきれんかったら僕にお金を返してください。ちょっと待って、それも、そして、食べきれなかった場合、薪割りをいつも5トンなんですけど10トンさせます。それって罰ゲームひどいよね。やばい。いやだって自信あるんですよね。 あるけど、でもそんな罰ゲームは大変でいくの。いやいいじゃないですか、やりましょう。そうじゃないと気合入らないでしょ。今私食べるよ。あ、くっそ、はい、ごめん。食べてください。食べるよ、ほんと食べていいの。ちょっと汁からいただいて。はい、じゃあ俺もちょっと食べますわ、うん、あ、うまっ、ね、これもやしすごくね。いや、うまい。これなんか ね情報によると、うん、もやしが1キロ入ってるらしい。もやしだけで1キロ、うん、麺が3人前、うん、4人前あるらしいですよ。本当に食べれるんですか。さきさんの顔の2倍ぐらいあるじゃないですか。本当ないない。いや俺このサイズでよかったわ。社長なんか子供のあれ食べてるみたいですね。お子様ラーメンみたい。お子様ラーメンみたい。でもこれで通常なのよ。これもやしあげようか。いやいいですよ、食べてくださいよ。全部だってかわいそうやなと思って野菜取らんし。いや全然いいですよ。うまっ。うん、ね、うまいね。ちょっと私なかなか麺にたどり着かん、これもやしから食ってんのね、うん、でもよくあるあるじゃないですか、それ大食いのやつでまずもやしからとか、先にもやしをやっつける感じなんですね。もやしやっつけて、チャーシューやっつけてみたいな感じで。社長のなんかもうもやしもないじゃないですか。味は確かだよね、うまい、うん、ね、うまい、うんうんうん、これが富山のブラックラーメンって言って、ちょっとあの醤油ベースなんですよ。で黒いでしょ、液が、うん、液っていうかタレね、スープが、うん、ていうかこれが900円でこっちが980円ってこっちの方が得じゃない。まあそうですけど食べきれるのっていう話ですよ。いやいや分けて食べればいいね、普通の人は。ああそうだから、うん、こういうのってカップルと2人で来てシェアすればいいんですよ。ということは490円食べれるっていうこと。安いよね、うん、じゃあ食べていきましょうか、うん。はい、今日はやすしとね、朝倉のカレーも来ましたね。これすごいボリュームです。いやマジでゾリみたいくないですか。しかもこれね、入れ物が鍋よ。なんやこれ、ゾリやんこれ。無理やわ。でもこれで1580円って安くない？安いよ。いこのハンバーグ見てください、これ俺ちゃんとすごいですよこれ、うん、めっちゃうまそう。けどこんだけ食べれるかどうかって。俺絶対食えないわ。そして朝倉のチキンカツカレーですよこれ。お前うまそうだよなこれ。うまそうって普通鍋で来る。俺もびっくりした。カレーなんて初めて。これおでんとかに入れる鍋だよね。ちなみにこれ何キロぐらいあるんですかね。重たいよ。わからないけど今ね、重いもん。これ情報によると 5,6 人前あるらしいですよ。5、6人前。食べれますかね。でも食べてくださいね。まあ楽勝。これ水みたいなもんですからね。水じゃないですか。朝倉さんってカレー飲み物を作ったもんね。ああ水ですよこれ。水やってこれ。じゃあ早速食べてくださいね。せーの、いただきまーす。いや早速食べていきます。最高だ。まず水から飲もう。いや本当に感触できるのか。いやうん、うまっ。あえこれうまい、うまい。いや、ま、これ冗談抜きでうまい。ルーめっちゃうまっ。だからね、量だけじゃないんですよ。何これ。味も確かで。これ味確かだわ。これはね、全部完食できますよ、この2人もね。いや、その横でね、サクさんもね、しらーん顔してね。お、結構進みましたね、サクさん。麺の方いったの。でもうまいわ。ルー全然うまいよね。うまい。うん、美味しいですか。いや、カレーです。美味しい、マジで。いや、いい食いっぷりですね。うまっ。ダメ。うまいね。うまい、まずうまい。だけど量は多いね。本当に食べれるのこれ。本人は。サクさん、スピード落ちてませんか。水が落ちてもあ、美しい顔がボロボロになってきたよ。何の汗、熱い。ちょっと待って、アラルン君なんかアラルン、何それ。アラルン君普通のラーメン、普通に食ってる。何どういうことそれ。だから俺大食いじゃないと思う。いや俺はこの量でちょうどなの。俺だってこんな食ったもんね。
してぶっちゃけた話ちゅうか最初のもやしお腹いっぱいになっとるの問題ならこそこそ喋れんだろちゃんと喋っていやこれ喋れんことやこそこそそうなの、うん、あんた秘密の話題ばっかりかいや違うんですこれの話ですよまずこれ、まさかさんここにほらご飯とかついてる可愛いでしょ可愛くないいやうまいなさすがにねちょっと味変したくなってきたから朝倉朝倉はいとんかつ一つくれ、チキンカツいい俺も特にハンバーガーついうんどうぞ、ちょっと一つもらうねうん熱1つでも2つでも食べていいじゃあ俺2つもらうわいいね、食べてちゃびちゃからだじゃあ味変したいんではいあ、朝倉、どんどん食べてはい、荒なぎはですね、もう完食ですはいさきさんまだだいぶ残ってますね、これね本当にいけるんですよね熱いねすごいね、大食いの人って汗かいてません、マジでやば、熱いもん本当にいけるのこれ、うん、これはあ、麺進んでなくないこれいや、結構、いや、結構食べとるよいやこれちょっとやばいでしょういや、30年前の私ならペロって食べられとるげん、うんうんうん、ちょっとやっぱね、いいも年取ってきたってことや顔もなうん そちらの2人どうですか進んでますかなかなかね5分の1は食べましたよ嘘、うん、5分の1進んだ本当にそこ見えてきました、ね、そこ見えてきました、本当、うん、ルーで隠れとるんよ、これうんでもそう考えたらやっぱり大食い人ってすごいですよねすごいな、お前らだって大食いなんだろ、だっていやでも、本当の大食い YouTuber には勝てないよすごいと思うこれ3つぐらい食べ、これ全部食べる食べる、食べる、多分すごいわ俺自分で思いやと思っとったけどいやこの中で誰か完食できるのかな本当に全員ダメって言ったもんないでもさ味は本当確かいや美味しいでしょうん、うまい明らかに美味しそうですルーはねすごいいい社長も食う後でいやいらないっすハラライ君チャーシューあげようかいらないっす俺もう食いましたもんだってうんうんでも社長一番ヒール食うがじゃないですか食うわいや俺一番ヒール食うけどラーメン一杯で十分ですよ絶対後で何か食べます、ねうん、だって俺社長いっぱいあの、まあ、カットするとこすればいいけど社長あれや家来 来たりしてもめっちゃ食うやん昼いやサクさんの料理が美味しいからですいや外でも外食でも食うやん俺知ってるもんいやそんなことないですよ俺の昼の半分俺半分なんですよえ半分ぐらいしか食わない社長何実際だから社長の方が実際大食いなんですよそうなの、うん、だから食べれると思うでも女お前は女食うじゃんだっていや女昔食ったけどもう食わない昔って数年前の話いや今も食ってるじゃん7年前で俺は知っているねねえ旦那伸びてきてない俺なんで今も食わないかんのおかしいやんね去年まで2年前の話しとったのに7年前になっとるよいや2年前ですよなんで7年前私が不倫したのは2年前ですなんで2年前なの7年前から7年前から知り合って3、4年続いとるよ2年前まで続いてねえの関係が続いてましたヤスさんもさ俺みたいに BL になればいいんだよあのね、うん、嘘つかないでください俺怒りますよはいカットおいふざけんな悪くさ何もせるなんて言わんねまあいいけど本当やんいやでも今になってこれ話題出すの面白くないんだよでも社長ちょっかいは出しとるやろ桐崎の方で出すならいいねちょっかいは出しとるやろ出してないですいやしとるよ出してねえよ DM とかしとるよ DM 一切してないよ俺グッとしか押さないまだ DM してるんですか DM にグッとしか押さない分入れないよ社長みたいに TikTok ありがとうとかそんな分入れないよ俺でもあのこの間あのりょうくんに注意されてましたよねあれはあの TikTok ライブに俺リスナーさんが来てくれてそのら、枠主やってん、はあ、TikTok に、はい、で閲覧が5人ぐらいやってん、はい、で俺が来てくれてありがとう桐崎英二応援してねこれからもよろしくって入れたらそれは目立つでしょ俺のコメントだけのいやでもあの亮君の話では何回も何回も気づかれるまでコメント打ち続けてうざいだから5人しかいねえちっとら分かるぞ俺おいそういう時ねあのコメント書いてみましょうね演技じゃないよ本気やこれくらいやらんと面白い演技なら演技って言わんとけばいいやん本気やしだから最後までやりきるうぜもう演技なこれ半分演技やけど、はい、半分本気やし半分本気やしうぜ本気や本気やはい、やすし怒りました
そしてあの自分で投げたティッシュを取りに戻ってます。あれも専用のこと言うな、まあ、あれ意外しとるやろ。マジ怒るよ俺、怒っつお前意外しとるやなあ、やってないけ。それはまずい、それはまずい、それはまずい、それはまずい。何が思うの、だいたい寝てないのにこのテンションでやったらこうなるよ。あんまり俺そういうこと言わんの嫌いやから、もう出ないよしばらく。もうあったのかも。はい。じゃあ電車で帰って。ある一定の部分に触れられたらマジで腹立つから。どの一定の部分ですか。お前切り裂きじゃねえぞこれ。もちろんもちろん。分かっとるやろ。もちろんもちろん。ねえねえねえ。ルールに迷惑かけたらダメだよ。当たり前よ、だいたいやってないことやったって言われるのが嫌なんだよ。それは昔はいいよ、最高やし気持ち悪い。コメントとかあんま断固っちゃ売ってねえって言っとるやんよマジで。復活って分かっとらんからね。いいっすよ、いいっすよ、追ってください。もうお前、なめんねえ。あと聞いて、お店やから私もお前お腹痛い。ダメですよ、ダメですよ、これちゃんと食べてくださいよ。面白いやばい、なめんな。でも料理まで立てんの。だから何回も言わすなよ。え、じゃあ何のコメントしたの。そんなもんコメントって5個ぐらい埋まってるでしょ、しつこいねって。じゃあなんでみんな飲んだんだ。よくない。だから俺しかいないから、コメント欄に5つぐらいしかないから目立って、その他のリスナーさんが気持ち悪い爆笑って入れてエゴサかけたら出たんや。そんだけだけの話や。俺が DM したわけでもね。あれ、りょうはエゴサで見つけたの。そうや、 俺が先にもうその日のうちに見つけた。ってことはりょうはすっごいあんたが何するか気にしとるってことや。そうや、ってことや。でも俺一切そういうことないし。な、気つけて。気持ち悪い。引き続き気をつけて。それをね、りょうに。とにかくね、あの全然話して進まないですね。当たり前やん、なりがちしとったら。なめんなよお前。ねえ、なんかトントリがいっぱい。何が。米粒。ああ。あ、ちょっと取って。まったく。あ、じゃあ夜で一緒やな。これあの、これあのヤッシのね、飛ばした米です。見えます見えます。あ、ごめん、おでこにもついてる。あのさ、社長。おでこ、おでこ、おでこ。カレーですカレー。カレーつきました。カレーねんけど、おでこにもついてるよ。マジで。拭いて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 。ティッシュ。ティッシュ顔拭かんか。社長一言でいい。いいよ。あのこれ真面目な話やけど、これカットすればいい。うん、あのね、人のいや、あのね、人のあのなんていうかな、ありもせんようなこと言わんといてんのさ。俺結構ガチのこと言ってましたよ。全然言ってねえじゃん。いやだから昨日のグループライン何するの。何を見せる。自分のやつ見んか。自分のやつグループライン入れてたんですか。そうや。だからあれエゴサで俺りょうに電話してん。ほったらあれ消せって言ってん。ほったらりょうあれ間違えて送信取引したからこれ消えないよって言って。そんだけの話。だから俺はその情報しか知らないわけですか。うん、その前の情報は俺全部知ってるから、ほってりょうにも説明してん。ああそういうことかつっとって、あまあ気をつけてって言われて。そんだけ。だ それを言ってほしいんですよ。何を言うの。いや、あれはあ、こうで、こうで、こういうことやから言ったやん、だから何もでいきなり聞いてたんだ。これはね、あ 元コンカフェ嬢の TikTok ライブ見たら桐崎英二の親父がずっとコメントしていて怖い、うん、このコメントです。はい、説明しますね。ちなみに、うん、コンカフェって何。なんかね、婚活カフェっていうのって。はぁ、つまり、うん、出会いを求めてる喫茶店っていうこと。そう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 。俺がそこ行っとるわけでもなく、うん、もちろんだよ。あ、だからじゃない。そうそうそう。だからこのコンカフェっていうところがワードとして、うん、なんかその婚活、要は出会いを求めてるパーティーみたいなところにそのちょっかいをかけてるいうふうにリョウが思ったんだ。でもちょっとは下心、ちょっとは下心あったんですよ。それはゼロです。違うね。本当ですか。僕なんかさ、リスナーにすごい下心しかないですよ。いや、あのね、そこを隠すと多分またあの下心っていうか俺のキャラから言うと下心あると思われるよね。もうそうね。だから違うね。だから普通の人が同じことしとってもキモいって言われんねんけど、うん、だから気をつけなさいって言ったね。そうだから気をつけとる。
気をつけとらんし飛んだんだってんやん。だからそれはたまたまじゃん。でも誰にでもね、コメントしたらしんとかんか。うん、だからそれはそうするけど、うんうん、その話題をあんまり出してほしくなかったな。どうでもいい。とにかくお前ら全然食えてないじゃん。ちゅうかまだご飯粒ついとるよ、ほら早く取ってくれよ。自分で取ればいいやん。これね、ヤスシが飛ばした米ですよ。皆さんどう思います？取れた取れた、ね、皆さんね。でね、自分が悪いことしてって僕にぶつけるんですよ。どう思います？皆さん人のお店で迷惑行為になるから。だから今日読んだらめんどくさいって言ってたじゃないですか。だから俺なら国づるもいねがったっつったやろお前。誰が読んだの？私。お前のせいじゃねえかよ。食べて、あんたら何も。じゃあさ、何も減ってないから。社長、その言い方またムカつくんだけど。じゃあ3人でやればいいじゃん。そうだよ。俺なんでこんなの？なんで読んだの？俺あ、今でもすっごいいい絵撮れたよね。うん、やすしの切れ取るところで撮れたし。当たり前やん。ありがとう。はい、はい、食べよう。はい、食べて。もう全然進んでないよ。ちょっと真剣に食べとるシーン、ちょっと全員シーン。僕3分の1は食べましたよ。見てください社長。いや全然す、おお。だってここの上の分全部なくなりましたからね。そういうことガツガツいっちゃって。ちなみに僕ダイエットしてるんですよ。いやいやいいよ、ダイエットいいよお前は。皆さん早く食べてくださいよ。うんうんうん、うまっ、うわうまっ。いいですねいいですね。これ2人来てますわ。結構気合入っていってますね。いやー言ってるよ、さすが男ですねやっぱり。こうやってサクさんはね、全然絶対箸が止まりました。はい、箸が止まりました。そしてちょっと麺が伸びきってきたんじゃないですか。これ増えた、増えましたね。はい、美味しいね、すごい味は。ちょっと早くやってくださいよ。もっと全然食えてない。ラーメンなら食えるって言ったじゃないですか。でも今ならカレーなら食べれる。カレーなら食べれる。カレーなら食べれる。あ、来てきた。じゃあ交換しますか。一旦ラーメンとカレーを交換しますか。そんなんできん、やだやだ、人の食べれる。元夫婦のスワッピング、どうしますか。ラーメンとカレースワッピングしますか。いや、ラーメンもうぬるいでしょ。でももう伸びてきて、うん、いや私ごめん、大食いの人たちってすごい。私いつも見とった、私も食べれるしとか思っとってん。もうこれ、これも楽だと思ったね。うん、いろんなあの YouTuber で言うと木下優香さん、三年食太郎さんとかいろいろいるじゃん。あ、やっぱ女子ばっかりで見とる。私はやっぱ男子やもん。あの、だいたい他人何やったっけ、谷やん、谷やんも見たことある。あ、よくなと思ったけど、俺もいけそうやなと思ったけど、よくテレビだわ、テレビとかでさ、もう食べれなくなったら箸が止まってるの分かりますよね。いや、私も前に進めないんですよ。なんで進めんがんと思うかった。思います、思います、分かりますね今。そんなこと普通に食べとってなったことないから。これさ、あの、本当に多いじゃん。だからどんだけ食ったか錯覚するよね、錯覚。で、ヤスさん、ちなみに俺の見てください。だってさ、ほら、半分以上ないですから、ね、俺も結構ねえぞ、ほら。あ、もうここ半分ねえもん。まあ、約、朝倉は3分の1。いや、俺半分食ったよ、社長。あ、ここ残ってるけど。ヤス氏は野菜を崩しただけですね。全然食えてないです。これはちょっとね、まあ、俺昼こんなたくさん食った初めてですよ。はい、今日はね、まあ確かに僕はカレーを終わりましたけど、僕の洋服を汚したということでね、この6800円の T シャツを、ね、弁償してもらいますんで。ご飯粒ついてるよ。いや、朝倉、結構もう止まりました。社長、これ見てくださいよ。お、でも食べたやん。食べたんですけど、野菜乗ってるじゃないですか。僕もう野菜アレルギーで野菜乗ったらもう食べれないですよ。だからお前野菜大事だよ。僕野菜無理です。まあまあそうです。本当は食べれるんですけど、野菜乗っとる自体がもう受け付けないです。ああ、じゃあその下の米が野菜もう野菜の味するんですよ。ああ、そういうことね。本当は食べれるんです。本当に。じゃあ野菜がなければ全部完食できる。もうだってほとんどないですからね。見れば分かる通り。これあとカツ食べればもう野菜乗ってるとこしかないですよ。うん、じゃあカツ食べてください。食べますよ。で、ヤスシはどうなってんの？おお、やっと半分食った。ほらお前全然食べてねえじゃん。半分食ったよ。しかも周りこのティッシュ何これ。いや俺違う、これ俺めっちゃ鼻出るんよ。分かるやろ。知らんよ、あんたのこと知らん。どうでもよ、まあ鼻出るんよ。いやこれは多分もう無理でしょ。いや無理無理やわ。お前全然5分の1も食べてない。いや半分食ったよ。これ4分の1は食ったよ、1人前は絶対に。サクさんどういうことこれ。ヤスシ大食いじゃなかったの。ヤスシ今考えてみれば同じもの食べれんやん。ああ、サクさん、そうね、サクさんの料理はバラエティに富んでるもんね。だか
から私は来たから他の女に言ってる。そう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 、よく分かってるやん。よく分かってる、よく知らないで、そういうサクさんはどうなんですか。私あともうこんだけ、ね、ちょっと待って、すげえ、お、いけるやん。この後ちょっとがきついやん。いや、でもこれ完食いかないともったいないですよ、うん、頑張れ。いやいや、行きましょう行きましょう。俺カメラずっと撮ってますよ。お、すげえ、一番重いじゃん。なんか女性のよく食べれる姿ってかっこいいですよね。かっこいい、俺食べれる女性めっちゃ好きなんよ。結構もうラーメン伸びてますけど。いや、美味しい。でもどうですか、顔が怖いですね。顔怖い、なんかね。さきさん、どうですか。きつい、こんだけももうちょっときつい。え、もうそれラストですか。おおおお、いや、これ行くぞ行くぞ。すげえ、すりがちやん。まあ、ほんとまあ、なんて、ちゃんとはっきり喋ってください。なんて、食ってから喋ろう、食ってから。ほんときつい。いや、きついのはいいけど、いけるの、いけないの。こんだけはもう行くよね。戻さないでね。頑張れ頑張れ。どうですか、行こう。これ、もう残りこれだけじゃないですか。おお、すげえすげえすげえ。行きます行きます、これ。女性って食べれるんやな。いや、大麦は女性の方が多いです。やっぱりな、男はあんま少ないよね。うん、食べた。ちょっと見せてください、カメラ。こガンガン。汁は高血圧やから飲まんから。いや、素晴らしい、素晴らしい。すごい。これは素晴らしい。これは拍手だ。で、君たちはね、ギブアップすんの。俺ら無理だね。無理ですよね。俺は無理だ。朝からはどうか。もう野菜待ってる時点でもう無理です。あー、そっか。というか、男らしくなくない。まあ、確かにね。私、こんな苦しい思いして食べてるの。そんなにさ、うん、この人ら言ったんだ。職人の男も女も関係ないですよね。てかさ、俺が言いたいのは、時間がね、まあまあ、今お昼でしょ。俺、お昼ってこんな食べれない人なのね。言い訳ある。でも俺、今日は夜ちゃんと食べるよ。いや、夜これ持って帰ればいいね。あ、うわ、持って帰るわ、うん、はい、今日はですね、この残ったカレーを、うん、一応ね、私タッパの方準備してますんで、うん、持って帰ろう、持ち帰ってこれ夜また食べてください。食べようね、うん、そうしよう、はい、朝倉は、野菜食べれるようにね、ね、これ持ち帰って家で野菜食べてください。そうですね、僕の犬も野菜好きなんですよ。犬とシェアしながら。犬、はい、あ、犬と食べる。確かにワンコってキャベツ大好きなのよ。なんですよ、あ、うん、だから一緒にシェアしながら食べます。いいね、動物とシェアはね。で、ということで、じゃあサクさん一応完食したということで、じゃあ私はごちそうしあたるげんね。ごちそうします。何何で、お前たち二人はお金払ってもらうからね。まだお金持ってきてないもんね。も俺マジで財布ないよ。俺も財布ないよ。うん、で、社長の思いって言ってたじゃないですか。だから食べきれたらっていう話だった。いや、そんなこと言ってないよね。聞いてないですよね。まあ、とにかくね、サクさんにはご褒美としてね、僕の方からボーナスあげたいと思います。マジで。実はですね、このお店まだ名物がありまして。何を何あるの。え、食べ物もういらんよ。いやいや、10段ソフトクリームってなるんですよ。10段、はい、でもごめん、ソフトクリームなら食べれるかもね。あ、別腹。じゃあ僕は買ってくるんで、はあ、待っててください。はいはい。で、ちなみにあなたたちは食べれなかったですけど、ソフトクリーム食べますか。いただけるんですか。別腹は食べたいですよね。別腹食べたいです。もしかしたら別腹好きやから。ああ、別腹。女も別腹。うん、女も別腹ですよね。BL と世代だね。僕です。大好きだよ。大好きだ俺。ヘルムか。言っていいのそれ。あ、いいですよ。ヘリム両党。ヘルムもだってね、カミングアウトしてるもんね。うん、ヘルムは俺らは両党だよね。俺らは両党。両党。じゃあ、食後のキスを。あ、マジやる。やってもいいよ。じゃあ、食後のキスを。何回目これで。これで昨日は3回したでしょ。いや、違う昨日3回でしょ。その前に約10回以上してるね。この5日間で10回ぐらいですね。今度、うん、今度ヘリウムも相手にしてあげて。嫌だ嫌だ、俺ら2人の相手。そうそうそう、俺それ絶対入れんもんな、ね。実際2人はヘリウムのことどう思ってんの。あれはちょっと気持ち悪いですよね。ちょっと気持ち悪い気持ち悪い、うん、俺らやっぱイケメンじゃん。そう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 、イケメンでやっぱり人生経験豊富じゃん。はい、やっぱりね、ヘリウムはまだ子供、俺に言わしたらですね、うん、そういうことよ。大人の味を知らないですよね。フィフティフィフティの皆さんね、俺たちできてます。できてます。じゃあ俺ソフトクリーム買ってくるわ。はい、サキさん。何これ。完食したご褒美で、こちらが僕の報奨でございます。でっかいねんけど。いやいや、ごめん、ご褒美ですよ。いや、早く食べてください。いや、いらんってどういうこと。そんなもんいらんって。
腹いっぱいで食べれるか。え、だってこれから大食い企画やるんでしょ。やらんってそれも。もうえ、大食い企画やらないの。もう今日でもうこりもりや。俺も本当にもうこんな苦しい思いすると思わんかった。無理。じゃあ来週からの撮影は巻き割りでいいか。はぁ、あ